25歳の若者、世界一への挑戦です。エスプレッソコーヒーにミルクを注ぎ、イラストや模様を描くラテアート。そのラテアートの日本一を決める大会が開かれました。優勝を目指すのは予選を勝ち抜いてきた6人。その中でも注目されているのが、大会2連覇を狙う伊藤博樹さんです。大会3日前、伊藤さんを訪ねると本番さながらの特訓中。1日の練習で1リットル入りのミルクを20本から30本も使うこともあるんだそうです。伊藤さんがそこまで優勝にこだわる理由、それは去年日本一になった後出場した世界大会にありました。決勝まで残ったのですが、結果は5位。この時の味わった悔しさから、伊藤さんの夢はラテアートで世界一となりました。そのためには日本での大会で負けることはできません。そして今日見事に2連覇を達成した伊藤さん、今年6月ポーランドで開かれる世界大会に出場し、夢のラテアート世界一を目指すということです。